ショーレム・アレーヘム1916年5月13日は、ウクライナ出身のイディッシュ劇作家、小説家、ジャーナリスト。小説家というよりは、劇作家と呼ぶ方が良いとも言われる。本名は、ソロモン・ラビノビッツ。ショレム・アレーヘム、ショラム・アレーヘム、ショロム・アレーヘムとも。ショレム・アレーヘムとは、イディッシュ語では、あなたに平和をというほどの日常的挨拶。紙編など参照。 アラビア語、アッサラーム・アライクムに相当するが、使われる場面はやや異なる。ショーロム・アレーヘムなどの発音もある。キエフ近郊、ペレアスラ生まれ。少年時代から執筆活動を行い、オデッサ、キエフ等でジャーナリスト生活に入った。1889年、キエフで雑誌、ユダヤ民衆文庫を創設。これは、 自らの伝統の豊かさに源を求めるが、また、周辺の文化と歩調を合わせる文学を提唱することによって輝きを失ったエディッシュ語文学の再興を試みたものである。はじめコンパクトな短編で読者の心を捉え、次第に連作形式の小説から長編小説へと手を伸ばした。連作の短編としては、牛乳や手びえ、長編ではステンペーニュ、嵐の中で、 イサク、マトルザ・カントール、S3 など。1905年アメリカに渡り、1906年のアメリカ滞在時にマーク・トゥエインと会う。マーク・トゥエインは、ショーレム・アレーヘムに、私がアメリカのショーレム・アレーヘムですと自己紹介したという。後一時ヨーロッパに戻り、イタリアに住んだが、1914年の第一次、世界大戦の勃発で再びニューヨークへ移住した。 1916年、結核と糖尿病を併発して、ニューヨークで逝去。葬儀には10万人が参列した。ニューヨーク州クイーンズ区のマウントカーメル墓地に埋葬され、生前に決めていた文面が破壊しに刻まれた。郷土のシュテットルのユダヤ教徒の生活を描いた、ユーモラスな作品が多いと言われ、イディッシュ語の交互性を見事に生かしきっている。ユダヤ教徒の純情さを描いて、 同試合の必要性を流したとも言われる。アメリカ、故郷のウクライナなどに記念碑が混流されているほか、水星のクレーターに命名されている。19世紀前半には、ロシア帝国内においてもハスカラーの影響を受けて、イディッシュ語の近代化を目指す作家が現れたが、彼らにとって、イディッシュ文学は、民衆啓蒙の手段に過ぎなかったと言われる。 西洋近代文学に追いつけ、追い越せの気負いに満ちていたが、民衆への啓蒙という姿勢に縛られがちで、頭でっかちなものになりがちだったと言われる。19世紀後半になると、近代イディッシュ文学の洋蘭期が訪れた。ショーレム・アレーヘム、メンデレ・モイヘルス・ホリム、イツホク・ペレツの3人は、イディッシュ文学の第一世代、と言われ、イディッシュ文学史の黄金時代に位置するとも言われる。彼は、 上舌な候補体を持ち、イディッシュ文学の大衆化に道を開いたと言われる。演劇自体はあまり多作ではないが、物語や小説は、多くのイディッシュ演劇の俳優、作家、プロデューサーにとって、着想の源となり、舞台に生かされる。ありがとうございます。